南さんにお話をお聞きします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どのような会社なのか教えてください。はい、株式会社アイホーは炊飯、病院福祉、そして学校給食といった大量調理施設に特化した業務用の厨房機器メーカーになっています。特にこの業務用の炊飯器の分野におきましては、業界の中でもパイオニア的な存在でして、国内のお客様はもちろんなんですが、海外のお客様にもご愛用いただいてトップシェアを誇っております。今回の展示会のテーマをご紹介いただけますか？はい、今回の展示会ではですね、大量調理における省人化と省力化をメインテーマとして出展させていただいております。主にどのような分野で提案されていますか？主にですね、炊飯分野を中心として各種ソリューションのご提案をさせていただいております。そのテーマを再現した展示がこちらですね。はい、そうなんです。こちらはですね、アイホーが炊飯作業の省人化を目指して今開発を進めているコンセプトロゴになります。この白いビーズがご飯で、この色のついたビーズが具材を表しているんですけれども、実際は職人さんが一つ一つの釜をこのようにしゃもじで混ぜるという作業が必要なんですけれども、その動きを今回こちらのロボットで再現しております。この動き難しいんでしょうね。そうなんです。従来は、再現するのが難しいと言われてきた動きを今こうやって再現しています。しかも人がするとなると大変ですよね。そうなんです。なのでこのロボによって炊飯作業の負担が軽減されて、さらには品質の安定にも貢献できると考えております。こちらは可愛らしい稲荷寿司ですか？はい、どのような展示なんでしょうか？はい、こちらはですね、今回の展示会で皆様にお配りしている冷凍の稲荷寿司になっております。弊社アイホーがですね、愛知県豊川市に本社を構えておりまして、その関係でこの豊川市のご当地キャラクターである稲荷というキャラクターをモチーフにして今回この稲荷寿司を作りました。中の酢飯はですね、アイホーの炊飯器で炊いたご飯を使用しておりまして、そちらを稲荷寿司に加工して冷凍して、それをお客様にお配りしております。お客様の反応はいかがですか？結構可愛いねって言っていただけることも多くて、実際に食べていただいてもいるんですけれども、美味しいねというお声もいただいております。今後の展望をお聞かせください。はい、こちらの冷凍稲荷のように、今後ますます需要が高まっていくと考えられる冷凍米飯の品質の安定向上と、さらに食品ロスの削減に関しても力を入れていきたいと考えております。食品業界の多くの企業さんが抱える人手不足に関しても解消できそうですか？そうですね、大量調理における省人化省力化に関する取り組みにも力を入れていきながら、さらにお客様に365日おいしいご飯を提供できるように取り組んでいきたいと考えております。はい、南さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。